どうもナムチンです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はめちゃくちゃやばい装備を入手しましたのでご紹介したいと思います。この装備ね、チートと言っても過言ではない装備になっております。アビリティシードですね。アビリティシードのこれ、聖剣の導きです。能力としましては、プレイヤーがこのアビリティの装備者を操作していないとき、戦闘不能にならず HP1 で耐えるというスキルです。これむちゃくちゃやばいですよね。操作してなかったら、やられることがない。しかも HP1 でやられることがないということなので、これ使い勝手がむちゃくちゃいいですね。で、しかもこのアビリティシード何個でも入手することが可能です。一つではないです。何個でも入手できます。で、入手方法ですけども、全クリをしないといけません。全クリ後、全クリをしましたらばラストステージで入れなかった祠があるんですよ。ここはまだ入れないっていう風に、全クリ前だというところがあるんですけども、そこに入れるようになります。で、そうすると裏ボスが出てきて、そのボスを倒すと一つ、確定入手という風になっております。で、そのボス何度も戦うことができまして、1回戦うごとに、1つ入手なので、キャラクター4人に装備したいので4回戦えば OK ということですね。まあ、とりあえずどんな感じになるのか戦っていきましょうか。はい、装備しておりますので攻撃を受けてもやられることはありません。もう自分はね逃げてて、あとはオートで戦ってもらえればまあ全滅することはないですね。まあそんなねしゃらくさい戦い方はそうそうしないんですけども、まあボスと戦うときにね、やばくなったときとかでも、逃げていけばまあやられることはない、まあ、そういう戦いができるっていうやつですね。本当にねやられないってとんでもない能力です。で、HP1 で、やられないんですよね。なのでこれねものすごくね強化できそうな気がするんですよ。例えばこのスキルですね、大地の脈動、攻撃魔法を使用した時に残りの HP が少ないほど与えるダメージをアップする。常に HP1 なので、超ダメージを出すことができますよね。で、主人公も、同じようなスキルがあって、それがこれだね。 HP が 30% 以下の時に与えるダメージを 40% アップするですね。こっちは 20% アップなんだけども、これは多分重複しないやつだと思いますけどね。まあ、とにかくこの HP1 っていうので、攻撃力をマシマシにすることが、可能になると思いますので、いやこれはねちょっとどんな、装備をつけるのか今後ちょっと考えていこうと思います。はい、まあ、とりあえず、聖剣の導き、アビリティシードですね、何個でも入手することができますので、全クリをしましたらばラストステージのもともと入れなかった祠、そこに行ってみてください。まあボスは結構強いんですけども、まあ入手できれば最強装備と言っても過言ではないと思いますので、ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。